ハララブドドンは、白紀後期のフランスとスペインに生息していた、ハドロサウルス科の恐竜。2017年6月現在のところ、ピーアイスネンシス一種のみで知られる。種商名は、リエイガ県のイソナという町の名前にちなむ。ラブドドンとは、比較的遠縁である。生態復元模型1987年、カサノバクラデラスラは、カタロニアで見つかった。 長脚類の頸椎といくつかの部分的な動詞、上腕骨、そして断片的な肩甲骨の化石を種不明のラブドドンとして記載した。1993年に同じサイトから新しい化石が発見されると、カサノバクラデラスラは分類を見直し、ホロタイプ IPSSRA-15 と、その他の標本に基づきパララブドドンイソネンセを新族新種記載した。 当時、ラブドドンのような基盤的エグアノドン類と考えられたため、そういう名前になった。さらなる追加標本が1994年、同じサイトから採集され、1994年に種照名がイソネンシスと改められた。トレンプルイソの第二発掘地で見つかった、ハボネも本属とされたことにより、基盤的なランベオサウルス赤の一因と考えられた。 ローレンとローランらは、追加の標本、複数の異なる年齢の化学骨要素、脊椎、肋骨を、フランスオード県の白亜気候機の地層から発掘したが、最新の論文では、触れられなかった。ヘッドヘッドは2001年に、本属のランベオサウルス赤への分類にことを唱え、ハドロサウルス化を2分する2つの赤の分岐点に、位置する動物である、可能性が高いと考えた。 マルケスも2006年に同様の意見を述べており、ハドロサウルス赤とランベオサウルス赤の姉妹群に打ち込むべきだと主張した。しかしその後、マルケスは自ら IPSSRA27 に基づいて記載したコータリサウルスがかなり派生的なハドロサウルス類であると考えた。そして彼とワグナによる2009年の研究では、コータリサウルスはパララブドドンのシノニムであり、 パララブドドーンは中国のチンタオサウルスと共にランベオサウルス赤に分類されると結論付けられた。パララブドドーンはおそらく二足歩行と四足歩行の両方を行う植物食動物だっただろう。最大で全長6メートルに成長したと思われる。オシーと潜水の神経棘は長く、他のハドロサウルス類同様に高く盛り上がった背中をしていた。ありがとうございます。